はようございます。2024年9月20日金曜日の朝です。今日の体重は 65.55 でした。体脂肪率は 37.7% です。おはよう、アビラちゃん。今日の天気は曇りでございます。分厚い雲がかかっておりますね。そしてね、さっき急にザーッと雨降りましたね。そんなわけで今日はですね、夕方からは隣町厚真町の拳の家の出張サロンがあります。それまではね、家でねちょっとお仕事したり、あとちょっとね、拳の家行く前に打ち合わせも入ってるので、いろいろやっていきたいと思いますよ。もう風が結構あるね。じゃあまずは酒飲みます。今日の朝ごはんです。今日はししとうオムレツに手作りなめたけのけ、あとはナスとトマトを炒めたやつ、もずくスープ、白いご飯で食べます。今日のお昼ご飯です。今日はキムチチャーハンにしました。キムチとひき肉と長ネギが入って、上に海苔のっけ、あとは春菊と柿のサラダ、わかめスープで食べます。打ち合わせ中に差し入れでいただいたスタバシナモンロール食べます。エリコロの動画、はい、ということで打ち合わせ終わりまして、1時間くらいねできたかな。で今からちょっとね、シエスタ寄ってから拳の湯向かいたいと思います。行きます。シエスタ寄ります。じゃあホットコーヒーもらったので行きます。拳の湯着いた。じゃあ中入ってまずは準備します。たくさんの荷物があるので新しいアイテムをゲットしました。これで引っ張っていきます。これで一人で大丈夫。はい、こちらが休憩室でございます。ちゃんとねビールもあるし飲み物もあるし、そしてお茶もお水とお茶ですねあります。一応レストランはねちょっとあっちの奥の方に別の場所にあります。で私のね出張サロンこちらになりますよ。スペース結構ね取れるんです。でね一応ここにね持ってきた椅子とかを置いて、そこでここのスペースで天気のいい日はこちらから厚真のねとても素敵なちょっと小高いのでですね景色見ながらの施術を受けていただけますよ。まずはじゃあ準備します。はい、では準備ができました。出張サロン始まりでございます。一応看板を置かせていただきまして、このように30分3300円、15分1800円で頭、手、足とね施術をさせていただくことができるようになっております。でね、ここ休憩室、休憩所って書いちゃったんだけど談話室だった。このねお風呂の向かって左手になります。ちょっとねお客さんいるからね一回止めますよ。はい、こちらに準備ができました。一応ねちょっとこういう風にいない時はね書いといた手書きで、はい、そしていつものねこの自宅サロンのアロマララクのチラシもありますよ。でね前回ね2つ2種類椅子持ってきたんですけど、一応今回はね椅子1個にしてみました。ちょっとこの間狭かったんですよね。でここにはね使うね精油をねご用意させていただいて、ディフューザーを焚かせていただいてお待ちしております。夜ご飯です。今日は買っといた北海道チーズ蒸しケーキとシエスタのコーヒーを飲んで食べます。はい、ということで本日の営業終了いたしました。今日はね割と静かだなって思ってたんですけれども、2名様ね男性のお客様新規で来ていただきました。嬉しかった、よかったです。ね、そしてなんか今日ねあのお風呂のね内風呂の方が調子悪いんですって。それでね割といつもよりも静かだなとは思ったんですけれども、それでもねさっきまでずっとこの辺もたくさんお客さんいらっしゃいましたね。ねえ、そんな感じの拳の湯でございました。じゃあねこれからこの荷物、これねでも
前より少なくなった気がする。なんか忘れ物してんのかな。そんなことない。でもこれが一式なんですよね。ちょ、2回に分けてね運べるからね、運んで帰ろうと思いますよ。じゃあ帰ります。帰ってきましたよ。ということで、寒い、すごい半袖じゃもう寒いですね。一応ねパーカーはさっきまで着てたんですけど、今ちょっとねいろいろやってて脱いでたんですけれどもね、帰ってきました。ということで今日はですね、ずっと出かけるまではね家の中でいろいろお仕事をずっとやってて、それでお昼2時、3時近くだったかな、ちょっと皆さんとね打ち合わせがあったので来てもらって、で打ち合わせ1時間くらいしてからお出かけっていう感じで行ってきました。今日はね拳の湯でお仕事、出張セラピストということでございまして、実はね先週の金曜日から始めたことだったんですけれども、先週の金曜日がね結構やっぱり初めての場所っていうのもあって、なんかねうまくね動画とかもね撮り忘れちったりとかしたし、なんかねちょっとねまだ撮るタイミングとかもよくわかんなくってね、あんまりちょっとご紹介できなかったんですけれども、今日はね少し館内も落ち着いてたのもあったので、ちょっとね撮らせていただいたりとかしました。もっとねおいおいいろんなところもね、他にもねお土産屋さん、屋さんというかねお土産が置いてあったりとか、レストランがあったりとか、宿泊施設もあったりとか、いろんなね拳の湯の館内でもご紹介できるところがあるので、おいおい順番にねご紹介していけたらなと思ってます。でね、先にちょっと忘れないうちにご報告なんですけれども、一応拳の湯の出張サロンが、毎週火曜日の5時から夜の9時までっていうことで、9時半ですね。で、最終受付は9時にしているんですけれども、私、拳の湯のね、談話室、休憩所のところにいます。で、来週なんですけれども、9月の26日がちょうど、拳の湯のね、風呂の日っていうね、26でね、風呂っていう感じでねお風呂の日がありまして、その日はですね、厚真町民の方は無料でお風呂に入れる日ということで、毎月風呂の日は町民無料みたいなやつをねやっていらっしゃるということでございました。で、今回私ね先週からですけれども、厚真町の拳の湯でね出張サロンをやりましたっていうこともちょっとねみんなにも知ってほしい、町民の方にも知ってほしいなっていう気持ちもありましたので、ちょっとその日ですね、お昼の14時から夜のね、ちょっとまだ終わる時間決めてないんですけれども、様子見ながらとは思ってるんですけれども、6時か7時か8時くらいまで、ちょっとざっくりしてますけれどもね、出張サロンまたオープンしようと思ってます。木曜日なんですけれども、そこはねちょっと出てみようかなと思っておりますので、このね今エリコロのダイエット日記見ていらっしゃる厚真町民の方、もしですね風呂の日つもりをしてるんだよとか、気になってたけどまだ行ったことなかったよ、その日は行ってないよとかっていう方もいらっしゃるかもしれないので、この機会にねちょっと遊びに来ていただきたいなと思います。事前予約もインスタグラムの方で私ですねメッセージの方でで事前に受けたまることもできますし、あと来ていただいてから空いている時間に入っていただいても結構でございますし、マッサージする時間はないんだけれどもちょっと顔出したいっていう方はですね、ちょっと顔出していただけるだけでも私嬉しいので、ぜひぜひ来ていただけると嬉しいです。お待ちしております。はい、そんな感じです。なので来週は木金とね2連チャンでね出張サロンでございますのでね、ぜひお越しの方はお待ちしております。お会いしましょう。はい、そんな感じでしたね。今日はねそんな感じでお昼じゃないよ、夜ご飯をねなんか
どうしようかちょっとまだ迷ってて、おにぎり結んでこうかなって今日思ってたんですけど、なんか忘れててね。そしたらたまたま旦那さんがチーズ蒸しパンをね買ってきてたんですよ。なのでちょっとこれ私食べて、あっち行った時食べてわって言ってそれもらっちゃってね、それで食べたりしてたんですけどね、帰ってきたらねやっぱね10時近い、もう今日はね10時10分15分くらいだったかな帰ってきたの。なのでね、そこから夜ご飯食べるっていう気持ちにもなる、お腹ちょっと空いてるんですけど、なんか罪悪感って食べれないから、やっぱりねいる時になんか食べようかなと思うんですけど、レストラン行ってねむしゃむしゃ食べるっていうほど余裕もないし、なんかうまいことない。あ、でもテイクアウトあるって言ってたかな。今度ちょっとね、もしかしたらぬくもりの湯のレストランのテイクアウトでちょっと自分のところの曲がりのねサロンで食べようかな。そんなのもいいかもですね。はい、そんなちょっと今思いつきましたけど、そんな感じでやっていきたいと思っております。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしておきたいと思います。あ、そうだ、もう一つ告知を一応しとこうかなと思うんですけれども、今月のですね、ちょっと立て続きにいっぱい用事が入ってしまいますけれども、9月の28日の日にですね、いつもですね水蒸気蒸留機でいろんな植物からね精油を取ったり、芳香蒸留水っていうねやつを取ったりとかしてるんですけれども、で今までは結構ね蒸留会っていう感じで蒸留のしてるところを見ていただいて、ちょっとねお土産持って帰っていただく、その蒸留水とか持って帰っていただくみたいなのをたびたびやってたんですけれども、今回しっかりとね蒸留についてのお話をしたりとか、今回ジャーマンカモミールっていうカモミールのねジャーマンっていう種類の植物をですね蒸留して、青い色のね精油を取れるんですよっていうのをね、ちょっと講座としてやろうかなと思ってます。で、しっかりした内容を準備はしていて、で、蒸留の大体1時間半から2時間くらいかかるので、その間にね、アロマのクラフト作りとかもやっていきたいなと思ってまして、ね、それで2種類ほど作ってみようかなって思ってます。今のところね、多分ね、ジェル、すんごいカモミールジャーマン自体がね、保湿とかね、すごく、いいんですけれども、そのね、その利点をね、駆使してっていうことでもないけど、それをね、こう、効果的に自分の体に取り入れるように、美肌、ジェルみたいなやつを作ろうかなと思ってます。それともう一つ、この季節ねだんだん乾燥してきて手荒れとかもするようになってくると思うので、ハンドクリームもね作ろうかなと思ってます。でどちらもねカマズレンっていう成分がカモミールジャーマンカモミールのですね精油の色を形成してるんですよね、そういう成分が。でその青色が本当に綺麗なんですよ。で、その青色にちなんだ青色のコスメを作るかなって考えておりますのでですね、ちょっと今試作時間なくてできなくて、明日とかもしできたらやろうかなと思ってるんですけれどもね、お見せしたいかなと思っております。はい、そんな感じで今日はこれくらいにしときたいと。それでね、いつもちょっとダメ、まだ28日の日ね、その講座をやりますので、一応ね、2部制にしてます。で、午前中10時からと、午後からは14時からの2部制にしていて、場所はこちらのアロマララクですね、自宅サロンの方のここでやる予定でございます。で、お一人様5500円で、参加料としてね、いただいてやることになるんですけれども、もうね、ありがたいことにご予約いただきました。ありがとうございます。なのでね、初めましての方ももちろんですし、ちょっと気になっててね、やってみたいなって思ってた方とか、ちょっと蒸留をしっかりね、学んでみたいな、これからちょっと自分も買おうかどうか迷ってるよっていう方とかのね、第一歩にもなるんじゃないかなと思うので、ぜひぜひ、ご参加いただければと思います。はい、そんな感じでございました。ね、そんな、それプラス、なかなか終わらない。
それプラス、次の日、29日の日は、そのね、さっき言ってた上流会ですね。上流見学会をやります。で、それはね、もう女子会みたいな感じで、意見交換ってまではいかないけれども、なんかこう、みんながね、そういう植物好きな子って方がやっぱり集まってくるんですよ。上流見たい方が多いので。で、そしたらね、そのうちにみんなで来てくれた時に、それぞれね、その自分の活動のお話をしたりとか、こんなことやりたい、あんなことやりたいみたいなお話をする場にもなっておりますのでね、ぜひね、ちょっとコミュニティが少しずつ出来上がってきてるのもありますし、ちょっとね、気になって、講座に出るほどまではちょっとまだっていう方とかのね、入り口にもなると思いますので、そちらはね、1500円でやります。で、時間ちょっとまだ決めてなくって、2部制にするかどうかもちょっとわかんないんですよね。で、前はね、出入り自由にやってたんですけれども、そうなるとね、出来上がったものが何名様に分けていいかがわかんなくなっちゃったりとか、あったりとか、ちょっとね、一応その時はお茶とお茶菓子をね出してるんですけれども、そんな用意する都合上ね、どうしようかなと思ったりとかしてるので、なんかちょっとうまいこと考えますでもすごい、それもね、それですごく楽しい会になっておりますので、ご興味ある方ぜひぜひ遊びに来ていただきたいなと思います。初めましての方も結構いらっしゃるんですよ。で、面識のない方同士がね、みんなでこう集まっても、なんか不思議とね、みんな仲良くなれるんですよね。そう、なんかね、安平町のね、いつものね、面々の方たちがね、とってもね、優しくていい方多くって、それでね、初めましてで来てる方とかもね、なんの気兼ねもなくね、普通に今まで仲良しだったみたいにね、お話できたりもするから、ぜひぜひね、ちょっと、初めてで、ね、ちょっと緊張してって思ってる方もいらっしゃるかもしれませんけれども、まあ、私いるので、初めましてだとしても、私、そういうのあんまりね、気にしないで普通にね、接しちゃうタイプなのでね、その辺心配してる方も、その心配も考慮した上でね、ちゃんと仲良くね、楽しくね、いろいろとお話しさせていただくこともできるので、もし心配だったら事前にいろいろ、インスタとかのメッセージでね、ご連絡いただければ、ご相談とかね、ご不明点とかも全部受けたまわりますのでですね、気になる方、ぜひご連絡ください。はい、そんな感じで、ちょっとね、パンパンパンといっぺんに、お話ししましたけれども、そんな目白押しの、もう今月も、あともうちょっとですけれども、いろいろ楽しみができております。はい、そんなわけで、今日はこれくらいにしていきたいと思います。最後までご覧いただきまして、ありがとうございました。ではまた、明日お会いしましょう。